毎日新聞の山下です。本筋の質問ではないんで、ちょっともし可能であれば押してください。都構想の周辺市の参加について、一番初めの方に読売さんが質問された中で、東大阪市が関心を持っているとおっしゃいましたけども、何かアプローチなり、働きかけ。それはね、前から野田市長は都構想賛成だと言ってましたから。だから法廷協議会の方のオブザーバーで各市町村にね、職員来てもらってますけども、その声かけが遅いっていうふうに大都市局怒られたって言ってましたから。だからもっと早くから行きたかったらしいのでね、野田市長はもう昔から大阪都構想賛成だということはずっと言ってくれてましたんでね。だから本当は法廷協議会の中にも入りたいぐらいの勢いだったんですよ。ただそれはちょっとあれはなかなかできないんでね、各議会の議決とかもいるんで、だからちょっと法廷協議会の参加とかそういうところは待ってもらってますけども、野田市長は基本的にそれ参加ということははっきり言ってくれてますけどもね。やっぱりその方がメリット大きいと思ってるんじゃないですか。今の東大阪市っていうことじゃなくて東大阪区なのか、まあいわゆる特別区になって大都市の中心部っていうような位置づけになる方がプラスになるっていうのを思ってるんでしょうね。それからやっぱりよく分かってる首長さんは、この大阪都構想っていうのが東京の23区を発展させてね、よりその権限と財源を中核市以上に渡すっていう、その仕組みをよくやっぱり中核市だからよくご存知なんですよ。それは教員の人事権もそうだし、児童相談所もそうだしね、都市計画の問題もそうだし、これは今の中核市よりもより権限と財源はちょっと特別に垂直移転はするのか、大阪府から東大阪市には垂直移転はするんでしょうけども、より今よりも仕事がやりやすくなるっていうふうに、やっぱり野田市長はそこはよく分かってらっしゃるんでしょうね。だから分かってないのは、その特別区に入ったら何か取られるっていう言ってる人たちは実際何も分かってないことですよ。今の僕らの制度設計だんだんこれ徐々に出来上がってきましたけども、だから設計図を早く作りたいっていうのはそういうことなんです。最初は設計図がなかったから、もう4年前3年前の時には東京23区のように中途半端な区になるって散々言われましたけども、23区とは全然違うんですから、与えられてる権限とか財源が。だからピーンとも野田さんはそれ気づいてね、これは特別区になった方が教員の人事権から何から今まで中核市でできなかったことがこれできるっていうふうにすぐ気づいたんでしょうね。だから入るべきだっていうふうになったと思いますよ。だからそれは設計図ができ始めてきたら周辺市もそこを気づいてくると思いますけどね。取られるもんがなくて、これもらうだけだと大阪府からね、そこ気づき始めたらみんなが動き出すと思うんですけどもね。来年の統一選はその周辺市の参加というのも争点にこう維新としては、いやそれはまだ分かんないです。先の話もうこれやるので精一杯でしょ。ちょっと具体的に幹事長に4月20日の豊中市長選っていうのは、ね、誰か公認なり具体的にあります。もう今こっち側で精一杯。わかりました、はい、以上です。